マンムーのお尻ちょうどいい可愛さしてる。ワンパチのお尻は狙いすぎ。確実にビッチ。久々にポケモン剣盾のランクマッチやっております。とりあえず20戦ぐらいこなしたんだけど、まあ、先日ね、ポケモン新作の情報が解禁され、新たなポケモン、パピボッチ、ハルクジュラや、まあ、新バトルシステム、テラスタルなどが発表されました。まあ、そんな今日は寝てる時に思いついた。てか、ま、一生寝てたんだけど、ここ最近動画全然上げてなかったんで、まあ、1ヶ月ぐらいずっと寝てたんだけど、まあ、1ヶ月かけて思いついた自慢のポケモンを使ってランクマをやっていきます。まあ、自慢のポケモンはマンムーなんだけど、マンムーもともと強いポケモンではあるんですが、まあ、それでも禁止級伝説ポケモンのスペックには劣ると。とりあえず、初手に投げといて、で、適当に使って強いザシアン投げといて、まあ、適当に使って強いサンダーも投げとくっていう、まあ、全部適当選出なんだけど、まあ、自慢のポケモンマンムーなんですが、オーケーバトレックス、マンムーもね、何が自慢かというと、相手のパーティー、てか初手に出てきた黒バトレックスが環境に多く存在してて、マンムーは対魔で、あ、対魔でバトレックスに勝てないわけよ。ただ、誰も採用してないあの技を採用すれば、バドレックスを返り討ちにできるのではということに気づいたので、対戦やっていく。その技とは、噛みつく。これ、ポケモンホームのデータ見ても採用率 1% もなかったので、絶対に読まれないと思いますが、鬼火打たれたら噛みつくで倒せないな。まあ、鬼火打たれるとね、攻撃力半減なんてね、噛みつくアクアザで、バドレックスに対しては4倍弱点つけるんですけど、あ、4倍弱点つけるんですけど、これ鬼火で攻撃力半分なかったとしても、噛みつくの威力が60しかないから、結局バドレックス倒せないけど、噛みつくプラス氷のつぶてでは倒せそうだから、結果入れててもよかったと。いや、これ相手引いてこない。交代されるとやばいなと思ったけど、相手も鬼火入れてマンムーの噛みつくのダメージ見て、まあ、次の噛みつくも耐えるから、あ、突っ張っていいやみたいな。あとマンムー、特防めちゃくちゃ低いんで、アストラルビットを作って、まあ、そのままマンムー倒して全抜きいけるみたいな、まあ、考えだったんですけど、相手、え、瞑想？鬼火瞑想？やばいやばい。知らない、知らないバドレックス使われてる。まあ、先月ランクマ全然やってなかったからな、知らないポケモンがめちゃくちゃ増えてるな。まあ、僕も知らないポケモン使ってるんですけど、で、これバドレックス取れたんだったら取れたでよくて、まあ、選出がね、うらザシアンサンダーとかいうクソバドレックス鍋選出だったんで、まあ、とりあえず取れたのはよくて、噛みつく、これ、遺伝技だからね。いや、レベルで覚えそうなのに、なんとこれ、卵技？遺伝技っていうちょっとレアな技なんだけど、DR が、まあ、マンム捨てていいか。これ、ダイアース上から打てたら特防上がるから、相手のディアルガの攻撃耐えるみたいな、展開もあり得るかもしれない。ディアルガ引っ込めて、いや、サンダー出してくる。まあ、地面技をサンダーで透かして、ダイマックスタンを枯らすみたいな。ダイアースでマンムーに特防上げられる展開を嫌って、これサンダー引きかな。え、これってことはまたディアルガに引いてくる可能性ある？これ、マンムーの氷技読みでディアルガで受けてくるみたいな展開ある。相手がやってきそうなのは、まあ、氷技読みでダイマックスタン枯らすためにディアルガ引きか、サンダーで適当に。いや、適当ではないか。ダイマックス切って飛行技打ってくる展開のどっちかだと思うけど、なんか飛行技打ってきそうだから、まあ、ダイマ、ダイジェット無理くり打ってきそうだから、まあ、サンダーでダイジェット受けて、相手のサンダーのダイマックスターンを枯らしつつ、まあ、立ち回っていきますか。サンダー投げます。てか、カビ？いや、引っ込めてくる。これあんまいい対面じゃない。あんまいい対面じゃないけど、ディアルガサンダー対面でディアルガが打てる技は基本的に氷技かドラゴン技だと思ってるので、まあ、どっちか、まあ、どっちにしてもザシアンで受けが成立すると思ってるから引きたい。サンダーはね、ディアルガにフリークリー侍長。はい。なので、まあ、ザシアンに引いて、これディアルガにダイマックス切ってくれるとありがたいけど、ディアルガのダイマックスターンからしつつ、ザシアンインファイト持ってるんで、うまいことディアルガ削って突破していきたい。パワージェム。ダイマ切ってこないパワージェムっていういい技持ってた、予想してたリストには入ってなかった。で、これザシアンに対しては、相手のディアルガが打ってくるのはダイアースか、ダイシュルか、ダイバーンのどれかだから、まあ、一回サンダーで受けつつ、相手のダイマックスタンも枯らして、もしくは相手サンダー引きもあり得るかもしれない。サンダーに引いてきた。なんだこの対戦は。めっちゃ交代合戦してるけど、いや疲れる。久々に撮る動画でこんなに交代合戦起こると疲れるからやめてほしいな。相手ダイマックス切ってないんだよね。
それが引っ込めてくる、まあ、ディアルガーはね3段に対してめちゃくちゃ強いですから。まひる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 、これまひるかどうかで、ポケモン続けるかどうか決まる。ここでいやまひったら続ける、まひったら、まひらなかったらまあ別にやめ、あ続けるわ続けるわ、まひったって言ったらありがとうございます。でこれさっき言った理由でもう一回ザシアンに引いて相手にダイマックス使ってほしいんですよね。まあ、てか元々この対戦のが噛みつくマンブー、噛みつくとかいう意味わからん技を採用したマンブーでバドレックスを倒すための動画みたいな趣旨で動画撮り始めたけど、まあ、そもそもダメージ計算せずにね、まあ、いつものごとくダメージ計算せずに対戦に臨んだ結果噛みつくでバドレックス確定一発じゃないっていうことがこの一戦目にて証明されたので自分が向かうべき方向がわかんなくなってる。いやここ突っ立ってくるのか、サンダーに引いてくるかなと思ったけど、まあ、インファイトだったかな、インファイトだったらまあでもサンダーに引いてくる可能性もあったからそれまで考えるとジャレツク打ちたかった、広く行きたかったからさ対応範囲でさ、まあでもディアルが倒したんで OK で、まあ、相手のサンダーが立ち回り的に、まあ、耐久型っぽいからここから天才の所業で相手のサンダーのダイマックスターンを枯らして、これ相手サンダーダイマのまあ、ダイジェットかダイサンダーどっちもありえるな、耐久サンダーのダイジェットだったらザシャンの HP こんだけあれば耐えそうだけど、まあ、電気技打たれる可能性もあるので、これ相手のサンダーのダイマックスターンを枯らしてこっちのサンダーのハで連打、えダイマックスじゃないのここ、あっきのみかなんか持ってて一回グリグリ発動させようみたいな、まあ、展開かな。ダイマ読みだったから強獣さん、まあ、静電気まあいいやもうどうせあんま関係ないから、どうせどっかでまひってるから、まあ、っきのみだったら羽連打されてどっかでどうせまひってるから、まあもはや1回目のまひむしろ許そうみたいなところはある。で羽休めしてきて、ああまたサンダーか、いやこれね相手のサンダーの暴風でこっちのサンダーが混乱せずにしっかり乗り越えることができれば勝ちだと思うけど、でこれはねさすがに元気焦ってくると思うからマンムー出してマスカして相手のサンダーがダイマックス切ってダイサンダー打ってくれるんだったらなおよしみたいなとこ、いやダイマ切らない、ダイマ切らんか、いやめっちゃ温存してくるダイマックス相手で、ここはマンムーに電気技打ってないから確実に飛行技しか、まあ、打てる技ないと思うから飛行技読みでサンダーで、相手のサンダーがダイマックスしてダイジェット打ってきたらダイマターン枯らしつつサンダーで飛行技向けられるんでお得、相手のサンダーの立ち回りが火力なさそうな立ち回りしてるから、いやまあ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 この程度のダメージを抑えて、でさすがに次第3打打ってくるから第3打をバンブーで透かしていや必死ちょっと待って、相手のポケモン3打1匹しかいないのになんか超えれる気しないんだけど、いや強すぎだろこのポケモン、バンブー出して、いや生かしといてよかったバンブー、第3打透かしていく、でこれダイジェットを3打抜けるかどうかだけど、まあ、さっきも言ったけどこれ結局サンダーにサンダー合わせて羽休め連打で TOD 狙うのが一番賢そうなんで、まあ、ここマンム切るんですけど、まあ、相手がもしかしたらねめっちゃこっちがクルクルしてるからサンダー交代引きとか勝手に考えて第3打打ってくれる可能性もあったけど、まあ、素直にダイジェットと、あとお祈りだな、相手のダイマックスが溶ける、で電気技多分放電、え、てか放電だったんだけど、まあ、放電は羽休めで浮きが成立してるんで、このターンも時間目いっぱい使って羽休め打つんだけど、今対戦時間10分ぐらいでしょ、いや大丈夫これ久々に開ける対戦の方が一戦目TOD になりかけてるんだけど、19、8、7、6、5、目いっぱい目いっぱい使って、まあ、持ち時間もねたっぷり4分以上あるんで、まあ、20分間の対戦、充電特防が上がる、で次使う電気技の威力が2倍になる、え充電ってもしかしてまずい、いや特防が上がるのはもう関係ないんだよね、ただ電気技の威力が2倍になるってのが、まあ、どれぐらいのダメージを与えてくれるのか感覚がつかみにくいところでありますが、まあ、このターンもしっかりとマックスまで技選択時間使って、まあ、充電ってね、電気圧の威力が2倍になるんだけど、いや、危ななるんだけど、まあ、その充電した次のターンだけなんだよね。
だからこっから撃たれる電気技はまあ今もらったダメージの半分くらいになるんで、まあ、って考えると羽休めで受け成立してるからなんとか最終ターンまで、持たせることができるのではないでしょうか。でここも羽休め、いやそうだよな、暴風打つしかない、やだるい。で混乱しなかったらまあいける。いやーいや、あ、いや、いや、むしろありがとう。俺混乱のエフェクトが出ることで対戦時間伸びる。むしろありがとう、ありがとうまである。いやー、おもろいこのゲーム。サンダーで暴風打っちゃうだけのこのゲームさ、充電いやこれサンダーが混乱で自傷したらさ、いや危な危なこれ羽休み決めれなかったら電気技でサンダー落ちてたよね。とりあえず OK で、いや感謝したのにさ、混乱させることを一回許容してむしろありがとうまで言ったのに、そんな仕打ちある。でも治ったから、一回感謝したからこそ混乱が治ったみたいなところはまあある。でこれ羽レンダー、いやいけるかな。残り持ち時間2分で対戦時間が、いや暴風かわせ、いやそりゃそう、さってさっき当てて混乱までさせられてますから、残り対戦時間がまあ5分ぐらいまだあるかな。暴風当たる、まあ混乱しなかったら OK、 いや混乱しない OK、 まあそりゃね、暴風命中70で混乱 30% ですから、まあ、21% でしか混乱しないし、まあ、混乱した上でなお自傷する確率って 10% ぐらいしかありませんから、まあ、そんなことがそうそう起こるわけもなくて、で暴風打たれて、いやありがとうありがとう、いやむしろそ対戦時間モーションが長くなって、ありがたいまである。いや張り合わせ OK やっぱ感謝の気持ち大事だからね。これで対戦時間ギリギリまだ使って20分まで粘る。いや相手必死、混乱させてサンダー倒そうと必死まあそんなに醜くあがいたところでね、勝てないんですけど、あ、オッケー。まあ、これはね、羽レンダーが丸いんで、暴風とか打ってもね、まあ、しゃーないみたいなとこあるから、羽レンダーでサンダーの HP を少しでも回復しといた方がいいんで、で、いや、こんなん長い！じゃ、羽休め！じゃ、これ自称した！あー、もう二度とやんねえ、このクソゲー！ごめんもうこのクソゲーやんねえなんて言ったけどよあれ、取り消すわけにはいかねえかなやっぱワンピースの映画フィルムレッド公開されますから流行りには乗っていかないとってわけで、まあ、バドレックス入りのパーティーとやったったったんで、マンムー投げていた、来たいんだけど、マンムー投げて、まあ、適当に使って、つんよいザシアンも投げといて、適当に使って強いミミッキも投げとくという、クソ。大丈夫？この動画、この説明の仕方で、サワさん、対戦よろしくお願いいたします。ここ2週間くらい、あんまり活動してなかった。いや、できてなかった。いや、してなかった。けど、まあ、いや、なあ、そろそろ、取りに行こうか。あんまり下手なこと言うと、ネタバレつって切れられるから、やめとくか。わあ、これバドレックス読みで、マンムー書店投げたんだけど、まあ、ザシアンはザシアンでいいか。マンムーね、一戦目でも言ったんですけど、無難に強いんで、地面タイプあるんでね、まあ、ザシアンに弱点つけるんですけど、まあ、居住さんは気合いのパスキで無理やり食べて、ただ僕ザシアン使ってる時にザシアン VS マンムーは、まあ、ザシアンが出し勝ちってよく言ってるんだけど、まあ、自信ね、ザシアンに弱点とは言え、ザシアンがありえん耐久してるんで、耐えられて、いやまあ耐えられるよな。一応氷の粒でってっていう先制技があるんだけど、相手のザシアンも電光石火っていう先制技を持ってて、マンムーの氷の粒っての上から叩き潰される可能性が高いいので、電光石火読みでザシアンに交代する。居住図やめて。いや、相手のパーティー的にザシアン電光石火絶対持ってるんだよ。電光石火にザシアンを合わせて出していくっていう。で、こっちのザシアン多分相手のザシアンより絶対早いから、まあ、バドリックスと組んでるザシアンは HA って聞いた。いや、電光石火気持ちいい！いや、完全に電光石火読みでザシアンで受けて、一応電光石火打つか。あの HP のザシアン電光石火で取れるし、念には念を入れてね。あ、引っ込めた？カバルドンかな？
え、まあ、巨獣撃てばよかった。いや、なんかバトレックスでできたんだけど、巨獣撃てばよかった。え、マジこれ引けんのこれ。あ、引けるか。いや、すかされていく。相手も気持ちよくなってるわ。バドレックス、スカーフだと思うんだけどな、パーティー的に。ガオガエンとザシアンと組んでるバドレックスはこだわりスカーフ。いや、メガネではない。カリカップアイテムを持ってない。で、これ巨獣山な、こだわりスカーフバドレックス、耐久ぶりが多いから、なんか基本的に耐えるって聞いたんだけど、まあ、一応意地っ張り、ええとか耐えられ、ギリ耐えられていく。え、これ、タスキ？あー、タスキなんだ。ザシアンを取っとくかどうかだけど、まあ、きっと、でいいか、ちょっと負けそうなんだけど。こっちも相手のザシアの電光石火すかして気持ちよくなったんだけど、相手の方がこれ気持ちよくなってるやん、絶対。ノーダメで対応できてんだから、気合のタスキバドレックス、後出しからね。で、これ黒のにならなきゃ相手のバドレックスの特攻が上がっていく。ミミッキから出すかマンムーから出すか迷ったけど、まだ隠しといてマンムー投げて、まあ、このマンムーの氷の粒に対して後出しできるポケモン多分いないんでね。マンムー鈍感なんで、ガオガエン後投げされたとしても威嚇効かないんですよ。鈍感なんでね、僕と一緒で。女の子のアプローチに気づかない可愛いやつです。氷の粒でね、バドレックス落として倒させてくれる。ザシアン出てくる。これ電光石火また打ちに来たと思うんだけど、まあ、相手電光石火でいいと思うんだよな。これ引いていいですか。透かして気持ちよくなりたい。相手これさ、電光石火でいいよな。電光石火透かしてくるポケモンがミミッキュか、まあ、ルナーラなんだけど、まあ、こっちのラス1禁止球伝説のルナーラだと考えてる可能性が高くて、まあ、ルナーラは電光石火透かされたとしてもそっから居住山打てば間に合うみたいな展開ってか考えになってそうだから、まあ、ここもう一回電光石火見でミミッキュ投げて、いや気持ちいい！ブリリ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 、やめられねえんだな、こういう気持ちいい瞬間があったら。で、これ相手のラス1ガオガエンだと思ってるん でミミッキュに、ガオガエン投げてくると思うんですよ、影打ち読みで。だから、おい来たー！で、これガオガエン読みでそこにバンム合わせて地震で潰す。サンダー、しかもなんか2つのついてたな。サンダーだったら影打ちで別に良かったが、いや、マンムーの方がいいか。プレッシャーサンダーはでも最速、環境にいるプレッシャーサンダーは最速だって言ってた。まあ、こういうね、気持ちいいドヤ読みを決めるたびにね、やっぱやめられねえんすわな。あんだけひどいことされても、さっきの一戦目みたいに相手のサンダーの暴風こんなで負けるみたいな、ボコボコに精神、メンタル投げられたとしても、私は、あなたを愛してます。これ最速だと思うから氷の粒で少しでも削ろうと思ったんだけど、まあ相手ダイマックス剣切ってなくて、まあサンダーに切ってくると、まあパーティー的にサンダー命の玉型だと思ってるんだけど、まあ耐久に振ってないサンダーだったらこっちのミミッキュのダイマックスで押していけるのかなと、考えてはいますが、まあ、氷の粒ってか結構いいダメージ入る。大ジェット打たれる。まあ、控えめか臆病かわからんが、まあ、さすがに臆病か。プレッシャーだったら、海洋画の、素早さ判定に使いたいし、大ジェットで素早さが1段階上がり、まあ、多分道具も命の玉。あと、ミミッキュ投げて、ダイマックスして、大フォローで押していけると思うけどな、相手の、ザシアンもミミッキュの影打ち圏内まで HP 削られてるんで、デイフォロー打って、まあ、最近ねワンピースがやっぱ僕の生きる中の希望の一つになってるから、まあ、映画ほんと楽しみなんですよね。まあ、この動画が上がってる段階で見に行ってるかどうかわかんないけど、まあ、少なくともこの動画を撮影してる段階ではまだ見てないと、負けの皮が折れますよ。しゃしゃった、無理しちゃった。久々に動画撮ってるのにちょっと無理しちゃった。ライフォール打って、まあ思ったよりダメージ入らなかったけど、これで防御力下がるし、いや待ってよ、これサンダーにダイウォールされると結構怪しかったりすんのかな。あ、引っ込める。なんだこれ、なんで引っ込めてきたんだ。ミミッキュのダイウォール読みでザシアンに引いたのか。サンダーにダイウォールないことあんの、ダイマックスサンダーに。いや、まあ、ないこと考えられなくもないけど、で、不動の剣で攻撃力が上がる。いや、勝ったと思うけどな。いや、マジでこれサンダーの暴風混乱以外勝ちだと思う。また。いや、さっきと、いや、また
てか暴風混乱芸勝ちしてこれ暴風打たれるぐらいが立ってるやん。ダマまたかよ。さすがにそんなことはないんだけど、相手のサンダーの名前かっこよ。ちょお願いお願いねお願いライジングボルト急所とかもまずいのかな。降参が選ばれました。あれ対戦ありがとうございました。無様な勝利はいらないってことか。でも降参されたとしても動画として公開しますけどね。ということでよかったらチャンネル登録高評価。今日は急ピッチで動画撮ったせいで動画についてるコメントを動画内で紹介するということをできなかったんですが、だいたいいつもやってるので、ぜひコメントもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。